みなさんこんにちは、ふみです。あみです。ふみあみです。はい、頑張ってんな。うん、2023年。なんかさ、毎年さ年明けから最初だけ頑張らん。ほんま年明けばっか撮れてる。うん、なんか感じがする。去年も最初の方結構頑張ってた気がする。去年最初からふみコロナやったからさ。あー、そうか。で、後半が一気にもうなんかあかんくなった気がする。ちょっと今年は頑張ってモチベーションを12ヶ月保てますように。で、今日は何の動画ですか？今日はふみあみお仕事一日密着動画です。なんかこういう動画さ、見たいってめっちゃ聞とったけど、なかなかこの当たり前の日常を撮るのって難しいよな。難しい。てか、なんかバタバタしてるからさ、カメラを回す隙が意外となかったりするけど、今日はまあこのことずっと共にやる共に仕事してみるか。はい。昨日がさ、たまたまあの息子が熱出して、そうやったの。そうだね、休んでて、今日週始めが今日なんですよ、私。火曜日なんですけど、うん、だからちょっとやること多め。じゃあちょっとお互いを撮りながら、はい、自分でも撮りながらやりますか。はい、スタートー。飲み物取りに行きます。紙コップ買った？え、マイコップがあるよ。あ、マイコップ使います。この間紙コップ使ってたら怒られたからな。マイコップ、マイコップ。こちら、私のマイカップ。ちょっと長い間さ、休んでたからあんまり使ってなかった。最近ちょっと水ですすぐだけして。会社はウォーターサーバーがあります。水をたくさん飲みましょうね。ここにコーヒーメーカーもあります。飲み物ゲット。私撮ってる。マジで汚いからデスクが汚いよな。で、結構品質してくるよな、みんとこ。なんかモザイクだらけ。餅があります。これあんたが来るかんやで。あ、まだまだやな。うん、食べよ。マジモザイクだらけですよ。個人情報あるから。モザイクどこひなかん。ここ。映ってない、映ってない。よかった。ここ。映ってない、映ってない。2022年のカレンダーやっと捨てます。なんかこれ、いつの夏やっけ？一昨年？去年？一昨年じゃない。一昨年の夏にめちゃくちゃヒットしたワンピース、うん、が今年も、またなんていうんやろ、そういうのな、リバイバル。ヒット商品がリバイバルするんですけど、これがあれやね、最終サンプル、うん、そっちが量産サンプル。うん、だから最終と量産を確認します。そうです、確認していきます。量産とか最終サンプルとか、みんな聞きならへん言葉かもな。量産はいっぱい作ったやつの1個を確認すんねん。最終サンプルは1枚だけ、最終でこれサンプルですみたいな。着る？着た方がいいと思う。一回合わせても確認しとく？うん。着ても確認するけど、目視で色見たり大きさ見たりもしてます。こんな感じ。タグをつける方手書きやけど、めちゃくちゃ汚いやろ字。私これはね、釜山の工場で作ってるワンピースやから、こうやって書いてたらみんなわかります。邪魔けできるらしい。冬は着替えるのが寒いからさ。そうやな、相性もグッジャーケン。だいたい勝つよね、最近着替えよ。いい感じ。今年も売れそうね。売れそうやね、うん、人気そう。かわいい。このワンピース綺麗めでもいけるからよかったよな。なんかそうそうそう、これしかも 2way こんな感じ。ノースリーブバージョンもかわいいね。うん、いいですね。バッチリです。もう夏や。じゃあ今から引き続きサンプル修正。これはもう完成。完成やけど、
でも今日は修正をしていきますね。こんな感じで今作ってるものから修正しないといけないものとか完成したものとかがここに並んでます。こっちはもう完成してて販売待ってるものです。ここら辺の色確定できるなら確定したい。ここらの色ボーダーパラダイス、うん、OK。 これ SNS 用と最終これでお願いします。言うよじゃん、こちらも新しいサンプル。かわいい。後ろいける？うん、タグ出てるけどかわいいよな、うん、これをどの色にするか。まあこれは今この色やな。この色でも人気そうじゃない？うん、こんな感じで、こっちのサンプルは今新しく依頼中で、これが今で、うん、この色をするか悩んでいるってとこやけど、こっちかこっちどっちかでいいよな。うん、アメは多分これとこれやと思う、この形は。ほんであのオーバーサイズの方が白黒いった方がいいと思う、うん、なんかこれはさちょっとガーリーやから白黒より多分ベージュ黒の方が好きな人多いと思うので、じゃあもう白黒取っといて。この9と12これでいいかなと思うけど、うん、これでじゃあサンプル待ちましょう。はい、じゃあもう一個ボーダーあるんで着替えます。こちら新しいオーバーサイズのボーダーカットソー。さっきのがガーリーやったらこっちはだいぶメンズライクというかカジュアルな感じ。オーバーサイズだね。かわいい。これめっちゃ悩んでんねんな、色。42、3。3、白ベースの黒な。今がこれなんですけど、これにするか、9、これにするか、これ、22。おお、赤白。か、42。じゃあ、ゴールグレーにしろ。こっちは白黒ベースがいい。あの、この黒ベースよりこっちが好き。白ベース。え、どう？反対ってことやな。これ黒ベースも白いもんな。うん。うん、あ、自分はな、好き。あの白黒は黒ベースより白ベースが好き。で、カラーもんは、赤白可愛いけど、ちょっとオーリーみたいになるかな。オーリーを探せ。うん。みたいになるからなんていうか。でもこれ白赤やで。こっちやったらオーリーっぽいかもけど。あー確かに、マリンっぽい感じ、かわいいよな、うん、これとかかわいいよな、マリンっぽい、うん、白ブルー、うん、全部かわいいわ。これは、はい、次レッドです。ちょっと下のやつと色合ってないけどブルーこれさ、タグが白がかわいいねんな。そうそうそう、こういう感じ。こんな感じでタグついてる。これ色死ぬほどある。うまいな。すごいアイスカラーの3色が春だね、カラーは。グレーはマストで欲しいかも。かわいい。オートミールじゃなくグレーでいく。67。今これ67、うん、今67、67と73。これがで、これが37。今なんかこのチャコール系もいいなって言ってたんや。今回売れたのが、グレーとピンクとチャコレットやな、前回。あ、そうかも。でも変えていきたいな。この色も使いやすいねんな、すごい。あー、ちょっと綺麗めに見える。そうそうそう、ちょっと薄い。まあ、確かにベージュもいいね。うん、使いやすいで、これ。じゃあベージュ行ってみ、やっぱ新色したいもんな。うん、ブルーはちょっと難しくないか、うん、あんまジュメロでは人気ない色かなって思うんで、ブルーを落としてピンク。やばい、ずっとお腹鳴ってんねん、実は。ジュメロのお客さんピンク好きよな。うん、ピンク、やっぱピンク可愛いな。ピンクは置いとこう。真っ白もあり。今ちょっと真っ白も欲しい。どう？可愛いと思う。真っ白する？でも春って白着たくなるよね。うん、なんか白最近好きやな、真っ白。これ、これ。うん。え、決定。うん。じゃあピンクベージュ調べてきた。え？なんかさ、でもここの後ろだけやからさ、うん。
こら辺にちっちゃく入れてもいいかな。あ、入れよう入れよう。造形刺繍とか入れようか。うん、どっちがやる？やるわ。 OK。 ピンクが73。なんかキラキラのゴールドの刺繍糸とかどう思う？シルバーか。造形派。造形がいい。じゃあ同系で、ここはどう思う？ここ。ここかわいいな。ちっちゃい、うんうん、これぐらい。このラインに合わせてね。こっちもかわいいけどな。こうもかわいいけど。こう、こうがいいな。これに合わせて。JMLE か。こうね。うん。まあジュメロって入れてもいいか。うん。こんな感じ。おはようございます。やろうかな。じゃあこれアミタン。アミタンとのアミタン、これが最終の形のサンプルはこっちだ。はい。結構いいかなと思うけど、この袖をもうちょっと今下なんかちょっとすぼんでもんな。うん、もうここのボタンやめて全部こうちょっとフレアにしようかな。うんうん、かわいいかも。ちょっとこの細身からの、あ、かわいいかも。フレアになってったらかわいいよな。うん、後ろみたい。後ろ、でも横スリットでったら後ろスリットいらんか。後ろスリット好きなんやけど。横。横スリットも可愛い。確かに、どっちを取るか。どっちを後ろにする？いや、悩むな。生地にも寄り添う。ちょっと生地変更するかもやから。袖だけちょっと細身にして、若干フレアにする。しようかな。ここもちょっと綺麗めに上げようかな。うん。これに使った生地も依頼して、新しい生地も依頼した方がいいかも。生地も他依頼しようかな、うん、って感じで、こちらのジャケットも終了。ふみが作ってたカーディガンを最終私も着て確認します、うん、ちょっともうちょい硬い糸もいいなと思ったんだけど、あ、ガヒッとしてる感じの、うん、着心地はいいけどな、柔らかい方が、うん、確かに。長さどうよ、ちょい長すぎ。え、でも悪くはない、ちょっと長い、靴履いた。なんかその紐はちょい長すぎあ、長い気がする。紐、紐もちょい短く。じゃあこれ三段でもいいかも。紐、うん、なんかここの隙間気になる。でもインナー、ここと、インナーが見える可愛さもある。あ、ほら、これぐらいの可愛くない？確かに。の、紐自体をちょっと短くして。うん、紐もちょっと短くして。OK。じゃあ、切るわ、紐。あ、下を切るか。どのくらいにする？これぐらいか。結ばんかったら、でもなんか結ばん時とかあるんかな、このカーディガン着る人で。結ばんかったらこの紐めっちゃダラダラする。そういうの可愛い、うん、長ないどうマジでそれ悩んでんねんけど。あ、紐が、あ、裾が、うん、全長6下げてボタン3個にして紐50にする。はい、可愛いカーディガンができそうですね。何中ですか？今から、今日はなんか靴が全品 20% オフのあれなので、インスタで紹介するわ。イベントの日ですね。そうね。しかもさ、病院も行きたい。あとで。何の病院？気管支炎の病院行きたい。あ、全然名前やつ。そうそう。今日はライブ配信をしております。ちょっと今ふみが喋ってくれてる間にメイク直ししよう。ピップ塗って、だいぶ印象変わるから、それが
ょっと春は春ね。今日は YouTube 撮ってます。はい、はい、ライブしてました。お疲れ様です。終わったね。1時間ライブしてました。よかったら今のライブは1月17日のライブアーカイブから見れます。見てね。今からお昼休憩行ってきます。行ってきます。お腹すいた。ご飯食べに行きます。お一人島の話してます。安定に。やばいわあれは。お腹すいたマジで。朝ご飯食べてないからやばい。なんたらなくてもいけるぐらいや。ほんまな。じゃあお店までジャンプ。バイ。みんなでご飯来ました。イエーイ。豚丼ってすごいな背景が。確かにめちゃでかすぎ。むちゃくちゃ豚丼。今日稲ちゃんが豚丼の気分だったし、はい、みんな引き連れてきました。誰か一人の気分で決まるよな。割とアミが食べたいもの基本いつもないよな。ないかもそんなに。稲ちゃんの方が決定力あるかも。あるな。いや、アミ決断力ないタイプやから、昔占いで決断力ある人と結婚した方がいいって言われた。めっちゃある。覚えてるわ。あんたが決断力なさすぎるって。決断力ないよなって。ない。で実際どうなの。ない。あ、今決断力ある人選べたなと思ってる。あ、思ってる、うん、助かってる。マジで決断力って結婚する上で大事やと思う。確かに。うまー。だって決断すること多すぎるねんもん。確かに。結婚したらある。彼氏決断力あると思います。なちゃんもあるもんね。私もあるから、うん、なんかお互いに迷わんな。論争してます。あ、どっちの決断、こっちがいいと思う理由とこっちがいいと思う理由で戦ってます。すげえ強っ。あれしてそう。ディベート。ディベートしてます。アミもどっちとどっちっていう案は出せるけど、それを決められへん。こっちはこれがいいし、これもあかん。メリットデメリット両方出してあるな。決められへん。背景すごない。これ100円引きやで。結構よくない、ね、絶対保存しとく。また来る、また来る。だから100円引きでかない。普通ただ20円ってこない。確かに。はい、豚丼到着。イエーイ。今職員のみんなの彼氏見せてもらってた。めっちゃかっこよかったよ。みんないい好青年って感じかな。そうやな。安心系を選んでるね。安心、うん、傷つけられなさそう。顔だけでそういうの分かるとすごいよな。うん、まあでもさ、キャッチの兄ちゃんみたいな、こんなニット帽かぶっててみたいなタイプを見せられたらちょっと不安にはなる。うん、大丈夫かみたいな。うん、なんかタレかけてたの。かけた方がいい。かけなくても味はついてます。一回かけずに1枚食べてみて。山椒とか入れたいタイプやな。薬味好きやから。今日豚丼安くてこれなんと500円。うん、お味噌汁付き。どう。うん、おいしい。うん、かけなくても炭火って感じ。うん、でも七味入れたい。うん、うん、山椒も入れたい。おいしい。あ、お腹空いてる時の米はいいね。うん、みんな彼氏の話で盛り上がってる。なあ、みんなおるからな。みんなおるな。みんなおる。あ、でも一人別れたな最近。うん、ほんまや。ロゴを決めております。なんかこの液体の感じにしようかなと思ってんだけど、どうですか。なんか結構あれ、この硬いの好きやけどさ、珍しく。あー、鉄筋にしようかなって。しようかなって。刺繍やんな。刺繍やから可愛いかな。確かに。ラララララっていう感じ。白ってどんなロゴやったっけ。これ白は、まあそういう感じか。いいかも、刺繍でも一気でも。一気でも、うん、いいぐらい、うん、じゃあこれでいきます。さっき決めた刺繍を今ドキュメントで書いて工場に送る準備してます。もう顔が若干疲れてきてんね。疲れてくるよね、ここ。なんかさ、デザインの修正しててもでもじゃない。なんか結構糖分取られへん。あ、疲れる。頭使うからさ、うん、あとめっちゃ顔触ってまわん。考えちゃうんやろな。考えてる時ってなんで顔触んのやろな。なあ、どんどん化粧崩れていくね。新しくいろいろ仕入れた生地から可愛い生地を探していきたいと思います。
し決めてから何作るか考える作業。何作るか決めてから生地決めるときもあるし逆もあります。このブラウスをチェックじゃなくてドットにしようかなという、うん、このチェックも可愛いけど生地が難しかったよな。うん、しつこいんかな、悩んできた。それ可愛いと思うけどな。二段フリルやからさ。その色も可愛いな。な。はい、ということでちょっと今日は今日の一日の様子をところどころ撮ってみたんですけど、ふみが急遽ノアの熱で帰っちゃったんで保育園にお迎え行っちゃったんで、エンディングは最後一人になります。私は今からこの動画をまとめて編集者さんに送る作業までしたら今日は帰ろうかなと思います。ふみあみの仕事の日の一日はこんな感じでした。今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。